ジョー・オ・ダネルは、米国文化情報局に勤務した、米国の記録映像作家、フォトジャーナリスト及び写真家。1922年、ペンシルベニア州、ジョンズタウン生まれ。2007年、テネシー州ナッシュビルにて没。命日となった8月9日は、長崎原爆期の日でもあった。最も広く知られる作品として、1945年と1946年に、 日本の長崎及び広島における原爆投下直後の状況を米海兵隊の写真家として撮影した一軍の記録写真がある。2007年、高校道子は、オダネルが従軍中の長崎で撮影した焼き場に立つ少年の新聞への掲載が、その年に印象に残ったことの一つとして言及されている。ジョー・オダネル、トランクの中の日本米従軍カメラマンの非公式、 記録小学館、1995年5月 ISBN978 から40億9563万137吉岡栄二郎、焼き場に立つ少年はどこへ、女王をおだねる撮影、焼き場に立つ、少年調査報告長崎新聞社、2017年6月、ISBN978 から4から866500027、坂井きみこ、 神様のファインダーもとべ従軍カメラマンの遺産、命の言葉者、2017年7月 ISBN978 から4から264033875。ありがとうございます。